驚きの趣味を告白、市川團十郎。猿之助さんのすごい趣味。歌舞伎俳優の市川猿之助さんが2023年5月18日に自宅で倒れているところが見つかり、歌舞伎俳優の市川團十郎さんもとても心を痛めている。猿之助さんには周囲を驚かせる趣味がある。その趣味とは骨董品の収集と寺院仏閣巡りです。以前は浮世絵を収集、役者絵ばかりを所有している。幼少の頃の趣味は仏像集めであった。段ボール2箱分の仏像を披露し、父團十郎の弟子を驚かせた逸話もあるほどです。和食を外食するときには桃山時代のおちょこを持参することがあるそうです。猿之助さんの素敵な趣味、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。